こんにちは、皆さん一周です。このチャンネルでは火山博士が地球の最新情報と元気をお届けしております。4月16日のメンバー限定講義は小笠原諸島海底火山と巨大地震ということでお話しさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、今日のテーマいきましょう。こちら、地震情報ですね。なんとですね、皆さん、国内の海底が21センチも動いたというとんでもないニュースが入ってまいりました。今日の動画では 地震の最新情報をお届けするとともに地面が動いた場所は一体どこなのかということで詳しくお話しさせていただきます。はい。というわけで皆様今日もよろしくお願いします。21センチ動き出す巨大地震の全長化ということでね、3つのテーマをご用意いたしました。まず1つ目、地震の最新情報。国内で21センチの地殻変動。今後大地震が危ない理由ということでお話しさせていただきます。 まずはじめにこの動画の結論から申し上げておきますと今後日本巨大地震に要注意ということなんですね。なぜそのように言えるのか。それはこの動画を最後まで見ていただきますととってもよくわかりになりますのでぜひとも最後までご覧ください。それでは今日も元気にやっていきましょう。まずは地震の最新情報をお届けしたいと思います。太平洋沖で新たな地震が発生しております。事件が起こりましたのは西の島から東に931キロほど行ったところにあります。 奄美大島ですね。人口約10万人以上が暮らす大きな島国でございます。この奄美大島周辺では過去2年間だけで少なくとも合計718回ほど地震がブワッとね、発生しております。めちゃくちゃ地震が多い場所ですね。特にこの奄美大島から北側の場所が地震が活発という風になってますね。 今回の地震は、地震が少なめな奄美大島の東のあたりで新しい地震が発生したということになりました。こちらが今回の地震になります。4月10日15時19分頃に、奄美大島近海で地下深さ 180km マグニチュード4.2、最大震度1の地震が発生しております。最大震度1ってどれぐらい揺れるのかと言いますと、わずかに揺れを感じる場合があります。または、 ポンズの液体も揺れないぐらいの地震が発生したということになりました。事件が起こりました奄美大島の地下はフィリピン海プレートがユーラシアプレートに沈み込んでいる環境です。今回の地震は沈み込むフィリピン海プレート内部で発生いたしました。スラブ内地震であるというふうに考えられますね。で、今回地震が起こりました奄美大島ですけども、大地震が危ない場所があります。それがこの奄美大島の南にある琉球海溝です。 将来ここではマグニチュード8クラス大地震の恐れがありますので、今後も要注意ということですね。続きまして、南海トラフの西で地震が発生いたしました。事件が起こりましたのは、西の島から東に997キロほど行ったところにあります。南海トラフの西にある宮崎の海ですね。 ここをヒューガナダと言います。このヒューガナダなんですけども、過去5年間だけで少なくとも200回ほど地震が発生する、ブワーっとね、めちゃくちゃ地震が活発な場所でございます。4月8日には、このヒューガナダの南で震度5弱の地震が発生しておりましたが、そんなヒューガナダで新たな地震が発生いたしました。 こちらが今回の地震になります。本日4月11日12時43分頃に、ヒューガナダで地下深さ 20km マグニチュード2.8、最大震度1の地震が発生しております。最大震度1ってどれくらい揺れるのかと言いますと、わずかに揺れを感じる場合があります。または、ポンズがパンパンになってしまう揺れであるということですね。ヒューガナダの地下は、フィリピン海プレートが大陸プレートに沈み込んでいる環境になりますけども、 今回の地震はフィリピン海プレート大陸プレートの境界付近で起こりました。プレート境界型地震の可能性がありますね。で、こちらが今回の地震の図になります。で、今回の地震はね、このヒューガナの北側のあたりで起こりました。で、4月8日の震度5弱はこのヒューガナの南で起こったわけですね。 で、今回の地震と震度5弱の地震の場所ね、離れているということで、この2つの地震は関係のない地震ということですね。ちなみにこの4月8日、震度5弱が起こった場所ですけども、震度5弱の余震が未だに続いているということですね。こちらがですね、4月8日のヒューガナダ南の地震です。ブワーっとね、えげつない地震が発生しておりましたけども、こちらが最近の地震、4月10日から11日の地震ですけどもね、 地震は少なくなってきてはいるんですけども、余震はまだね、続いているということでね、お気をつけいただきたいなというふうに思います。で、なんとですね、皆さん、今回地震が起こったこのヒューガナダね、大地震がそろそろやってくるということなんですね。なぜその言えるのかというと、それはズバり、40年以上大地震がゼロ回だからということなんですね。ヒューガナダの大地震は、これまでに10年から20年に1回、マグニチュード7以上の大地震が発生する。 大地震が多い場所なんであるにもかかわらず40年以上ですね最近大地震が0回ということで。 そろそろここで大地震が来てもおかしくない時期に来ておりますので、今後も要注意ということですね。さて続きまして、過去24時間に国内で起きた地震をざっとねご紹介させていただきます。奄美大島で震度1、能登半島震度1、日向灘震度1、そして先ほど青森県の東方沖でも震度2の地震が発生したということで、これらの地震が起きた場所ですね、めちゃくちゃ地震が活発な場所であります。 今後も揺れる可能性がありますので、引き続き要注意ということですね。続きまして、国内で21センチの地殻変動ということで見ていきたいというふうに思います。そもそもですね、地殻変動って何ですかって思われた方いらっしゃると思います。これは地面が上昇したり、沈んだりすることを言うんですね。例えばですね、こういうふうに地面がぐーっと上昇する。またですね、地面が さーっと沈むと。まあ、こういった現象のことを地殻変動というわけです。地殻変動の原因ですね。いくつかあるんですけど、今日は2つの原因をご紹介いたしましょう。まずは地震。そしてもう1つが火山のマグマですね。1つ見ていきましょう。まずは地震です。例えば、この例をご紹介すると、1月1日に起こりました、能登半島地震です。この地震により地面が4メートルも上昇したんですね。 なんで地震により地面が上昇するかを見ていきましょう。能登半島地震の地震のメカニズムは、プレートがギューッと押されることによって発生いたします。逆断層型の地震だったわけですね。実はですね、皆さん、この逆断層型の地震が起きると、地面が上昇するということなんですね。例えば、ここに家が建っていたとしましょう。そんな中、逆断層型の地震がブワッと発生するわけです。そうするとですね、この地震が起こることによって、地面が 地面がギュアーッと上昇していくということですね。見ていただくと、この地震後、家の場所が高くなっているというのがわかります。もう一回見ていただきましょう。地震が起こりますと地面がギュアーッと上昇するということです。そのために、能登半島では地面が4メートルも上昇してしまったということになったわけですね。すごいですね。 はい。で、続きまして、地殻変動の原因、その2えじ、火山のマグマですね。ちょっと噛んですみません。例えば東京都にある硫黄島ですね。1ヶ月になんと約5センチ前後ですね、地面が上昇する場所であります。まあイメージで言うとこういった硫黄島がありまして、この硫黄島では地面がギューっと上昇していくわけです。なんで地面が上昇するのかというと、 能登半島の地下にはマグマがあります。で、地下深いところから新しいマグマがブワーッと登ってくるわけです。そうするとえ、マグマが膨らみます。膨らんだマグマが島をですね、ギューッと持ち上げるんですね。その結果、島の地面が上昇していくということになります。ということでね、まあ、このようにマグマが原因で地面が上昇することもありますよと。これが地殻変動です。で、そんな地殻変動がなんと国内で確認されたということなんですね。 どこで地殻変動が確認されたのかと言いますと、それはズバリ西の島から北に895キロほど行ったところにあります。千葉県の暴走半島ですね。この暴走半島の西側の千葉県東方沖では、2月27日から3月12日頃にかけてですね、ぐーっとたくさん。 群発地震が発生したわけであります。この群発地震なぜ発生するのかと言いますと、それは大陸プレートがですね、ゆっくりとずれ動くスロースリップ現象が原因で群発地震が発生していたわけですね。 実はですね、皆さん、この大陸プレートがゆっくりとずれ動くスロースリップ現象も地殻変動の原因の一つなんですね。はい。例えばね、こういった家が建っていて、スロースリップが起こっていたとしましょう。スロースリップが起こるとですね、地面がゆっくりとして、ね、ギューっと上昇していくということになりますね。 はい。で、そんなね、えこの千葉、え東方機のスロースリップでございますけども、これまでに約5年の間隔でね、え繰り返しえ起こってきたものになります。で、千葉東方機の過去最大のスロースリップといえば、2018年の6月から8月にかけて発生いたしました。で、この時はですね、なんと、地面が南東に24センチね、動く地殻変動が確認されておりました。さらに、このスロースリップに合わせまして、 震度5弱のですね、大きめの地震も起こっていたということですね。 はい。では続きまして、今回の2024年の千葉東方期のスロースリップはどんな感じだったのかを見ていきましょう。この2024年の千葉の東方期のスロースリップでございますが、これまでに南東方向にですね、少なくとも21センチ地面が動く地殻変動が観測されております。この色がついているところがね、特に地面が大きく動いた場所になります。海底ですね。千葉の海底が大きく動いたということがわかりますね。 で、現時点で、この今回のスロースリップは、歴代で3番目の規模のスロースリップとなっております。はい。で、このスロースリップと地震はですね、収まってきているということが分かっておるわけですね。この特に一番スロースリップが激しかったのが、2月29日から3月1日のあたりです。このあたりはですね、ギューッと地面がね、激しく動いておりましたが、最近の後ですね、それ以降は、 このスロースリップがどんどんね、落ち着いてきておったということです。この色がついたところなくなってますよね。ということで、これスロースリップが落ち着いてきているんだということを示します。さらに地震もですね、それに合わせまして、最初はね、活発だったんですけども、その後ですね、さーっと、群馬地震も収まって落ち着いてきておったわけです。まあ、こういったですね、データを見ることからですね、もうこの千葉の東方期のスロースリップ、もう終わり、フィナーレ、閉幕度、 いうふうにですね、思われたんですけども、皆さん、なんとですね、この千葉東方機のスロースリップ、まだ終わっていないということが判明してしまったということなんですね。その衝撃のデータがですね、こちらになります。こちら千葉東方機の地面の動きをですね、見たグラフだと思ってください。で、特にね、このグラフを見てもらうとわかるのが、 2月21日から3月1日頃ですね、やっぱりこう地面がギューッと大きく動いておりますよということがわかります。で、その後なんですね、問題は。はい。大きく動いた後もですね、皆さん、これ、3月10日以降もじわ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 ですね、この千葉東方機の地面が動いているんだということが読み取れるということでありましてですね、これは千葉東方機のスロースイップ、まだ終わっていなーいと、 いうことなんですね、皆さん。はい。で、これ、下手をしたらですね、大地震につながる恐れがあるということでありまして、続きまして、この千葉東方機大地震が危ない理由ということで見ていきたいというふうに思います。このですね、千葉東方機大地震につながる理由といたしましては、これはズバり、スロースリップというのは、大地震の前兆現象なんですよということです。 例えば大地震前にスロースリップが観測された事例として有名なのがこの東日本大震災です。2011年に起こりましたマグニチュード9.0ポンズが蒸発する震度なの大きな地震でありましたが、実はこの東日本大震災が発生する地震の1ヶ月ほど前からスロースリップが観測されておりましたし、また最近の事例といたしましては、 2024年の1月1日の能登半島地震です。この能登半島の大地震の数年前から実はスロースリップが観測されたということで、まあこのようにですね、スロースリップというのは大地震の前兆となる場合があるんですよということです。なぜこのスロースリップから大地震につながってしまうんでしょうか それはズバリ、スロースリップにより、地震の力が溜まっている場所が刺激されてしまうからなんだということです。では、この巨大地震の仕組みについてですね、見ていきたいと思います。 まずそもそもですね、どうやって巨大地震が起こるのかというと、それは大陸プレートがですね、ぴょーんと跳ね返ることによって発生することがあるわけですね。はい。で、この大陸プレートと海洋プレートなんですけども、普段はですね、まあ、ここがくっついているわけです。はい。まあ、ここがですね、跳ね返ってくっついている場所が跳ね返って巨大地震が起こるわけですが、普段はね、ピタッとね、この2枚のプレート、 え、くっついているわけなんですけども、ちょっとね、このあたり、え、拡大してみてみましょう。はい。それがこちらです。で、実はですね、皆さん、この、え、大陸プレートと海洋プレートというのはですね、すべて、くっついているわけではないんですね。場所によれば、え、くっつきが強い場所があります。この二つのね、プレートのくっつきが強い場所があります。こういった場所は、え、アスペリティというですね、まあ、専門用語もあります。 で、まあ、こういったくっつきの強い場所は、え大陸プレートがですね、ギギギッと折れ曲がりまして、地震の力が溜まる場所になっております。で、ここで巨大地震が起こることがあるわけです。一方でえ、くっつきが弱い場所も存在するんですね。で、こういったくっつきが弱い場所というのはですね、大陸プレートが折れ曲がりません。で、その結果ね、折れ曲がらない場所は、逆にですね、スロースリップが発生するということになるわけなんですね。 で、ここで、くっつきが弱い場所で、スロースリップが起こったとしましょう。そうすると、この深いところで、地面がギュっッと動き出すわけですね。そうするとですね、地面が動き出すと、このくっつきの強い場所が刺激を受けてしまうんですね。その結果、くっつきが強い場所の大陸プレートが一気にダーンと跳ね返ってしまうわけです。その結果、巨大地震がブワッと発生してしまうんだということですね。 特にですね、皆さん、この関東でありますけども、この赤色のところ、ここはですね、地震の力がギンギンにね、溜まっている場所なんですね。プレートがギンギンに折れ曲がっている場所でございまして、まあ、危ない場所になっております。で、そんな場所でね、今、スロースリップと群馬地震が起こっていたということです。で、もしかしたらですね、これは大地震にブワッと繋がる可能性は全く否定できない。こういったことは考えられますよということです。 で、これ予想される大地震といたしましてはですね。まあ、ここの赤いところが、もしね、全部ね、ずれ動く大地震が起こると、これ予想ですけども、マグニチュード7から8クラスの地震は、ね、少なくとも起こるだろうというふうに思います。で、もし起こったらこれは、震度6以上が、えー、揺れるんじゃないかということです。震度6以上というと、例えばポン酢が粉々なる揺れになってしまうということです。 で、特にね、この地震が危ない関東なんですが、地盤が弱いということで、場所によってはもしかしたら、ポンズが蒸発してしまう、震度なの可能性があるということですね。で、予想される地震のメカニズムは、やっぱりこの、プレートがぴょんと跳ね返ることによって発生いたします。大地震が予予、想定されるということですね。 で、津波がですね、これ発生する恐れがありますから、気をつけてくださいね、ということです。で、この津波が来そうな場所はじゃあどこなのかと言いますと、これ、海側の街なんじゃないかと思います。はい。で、この海側の場所ですね、大地震が起こりましたら、これ、赤線のところね、気をつけてください。津波が来る可能性あります。少なくとも数メートル程度の津波はですね、来る恐れがありますので、気をつけていただきたいなというふうに思います。で、今日一番言いたかったこと何かと言いますと、 このね、千葉東方沖でございますね。この千葉東方沖は大陸プレートがゆっくりとずれ動くスロースリップ現象と群発地震が発生しておったわけですが、このスロースリップですね、まだ終わっていないということが分かったということですね。はい、こちらが実際のグラフになりますが、特にね、スロースリップの動きが多かったのが、この2月21日から3月1日頃だったんですけども、その後もですね、3月10日以降もじわ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 ね、この地面 が動いていてるということととが判明ししたたいうここになりましたでこのスロースリップというのは東日本大震災にもあったように巨大地震の前兆となる可能性のある危ない現象ですでこのスロースリップなんですけども今ねこの地震の力が溜まっている場所がこの あるということです。で、そんな危ない場所でスロースリップと群馬地震が発生してますんで、もしかしたらここでブワッと大地震に発展する、そんなこともですね、実際に考えられますので、地震に備えていきましょうということでございました。では今日の問題でございます。大陸プレートがゆっくりとずれ動く現象をんと言うでしょうか。群馬地震、逆断層型地震、スロースリップ、宇宙のパワー、さっと言しょうかということで、コメント欄に書いて挑戦してみてください。正解した方にはハートマークをつけたいと思います。 はい以上が今日の放送内容になります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。これからも地震や火山再生情報と元気をお届けしていきたいと思いますので、ツイートもチャンネルと高評価よろしくお願いします。4月16日のメンバー限定講義は、小笠原諸島海底火山と巨大地震ということでお話しさせていただきます。メンバーの収益の一部は被災地に寄付されます。えー、メンバーの皆様はいつも本当にありがとうございます。シュリーミティミニシミジキーヌフシュリウィティシミシューフィッ。